ようこそ JNW へ。パーソナリティのハリントンです。今日も一日お疲れ様でした。新型コロナウイルスのパンデミックが始まって2年を超えました。旅行はもちろん、ちょっとした外出も制限がされ、自宅でどう過ごすかが重要になりました。巣ごもり需要なんて呼ばれて、家で快適に過ごすためのグッズの需要が増えています。巣ごもり需要を満たすためには、そのためのものを運んでくれる人が必要なわけで、そこで今回お届けするテーマはこちら。日本の宅配サービスがヤバすぎる。日本以外じゃ無理でしょう。宅配便の取扱量は年々伸びています。国土交通省が昨年8月に発表した宅配便取扱実績によると、2020年度の宅配便の取扱個数は48億3647万個で、前年度より5億1298万個、11.9% の増加となりました。過去5年間の宅配便取扱個数を見てみると、2016年は40億1900万個、2017年は42億5100万個、2018年は43億700万個、2019年は43億2300万個、2020年度48億3647万個と、着実に右肩上がりで推移しています。取扱量が増えるに伴って、サービスもバージョンアップしていきます。そこにさらにコロナ禍が加わって、配達員と非接触で荷物を受けているために、置き配というサービスも始まりました。置き配とは、玄関前、宅配ボックス、車庫、物置など、あらかじめ指定した場所に非対面で荷物を届けるサービスです。今回その置き配に、新たな届け場所としての車のトランクや助手席、後部座席が加わったことが話題となっていました。4月30日までの実証実験の段階ですが、このサービスを紹介する投稿には、犯罪の少ない日本でしか成り立たないでしょう、とのコメントがたくさんアップされました。このサービスが成り立つのは世界中で日本だけでしょ。俺の国でこんなのやったら、荷物はもちろん車ごと持ってかれるね。たくさんの外国人がえって思うようなニュースだね。そう思った人たちに一つ強調しておこう。これはあくまでも日本での話ですよ。こんなサービスが成り立つなんて日本人は正直すぎるよ。めちゃめちゃ犯罪の少なくて安全な日本でしかできないサービスだと思うよ。はいはい、こんなのは日本じゃなきゃ不可能ですよ。治安が良くて性善説で人を信じられる日本だからこそ実現可能なサービスがまた出てきたね。何度も言うけど、日本以外の国では実現不可能。治安がいい日本だからこそ可能なサービスだね。残念だけど、それが世界の現実。この車内置き配サービスは、ヤマト運輸と KDDI、まちづくり事業を行っているプライムライフテクノロジーが始めました。スマホを車のキー代わりにするデジタルキーを利用して、荷物を車のトランクへ配達するというものです。利用者はスマホに専用アプリをダウンロードすることで、デジタルキーと宅配サービスの設定、操作ができるようになります。EC サイトなどから商品を購入し、ヤマト運輸の配送サービス、Easy で配達場所を車内への置き配に指定します。配達員は専用アプリから所定の時間だけ利用を許可されたデジタルキーで、車のドアやトランクを解錠して商品を置き配します。今のところ東京都と愛知県の一戸建てに居住していて、トヨタ自動車の車を所有している人が対象です。日本でなければ無理というコメントの一方で、アイディアそのものには肯定的なコメントも寄せられています。おお、これは間違いなく優れたサービスでしょう。うん、このサービスが使えるようになれば置き配の選択肢が増えていいかもね。これはいいアイディアだね。もっともここカリフォルニアじゃ絶対できないだろうな。こんなのやったらあっという間に車が消えちゃうよ。これは最高。めっちゃ最先端の技術を使ったサービスじゃない。これは配達の新しい方法だね。日本がその見本を示してくれた。日本はいつも世界よりも一歩も二歩も先を行ってるよね。もはや日本人の生活には欠かせないサービスとなった宅配便。サービスが始まったのは1976年。それまでは個人が荷物を送るときには郵便小包みか国鉄小荷物しかありませんでした。当時ヤマト運輸は三越百貨店の荷物を東京近郊に運ぶ運送会社でした。1973年のオイルショックなどの影響を受けて業績不振に苦しんでいたヤマト運輸は、一般家庭からの荷物を送る小口輸送サービスに活路を見出して、1976年に宅急便をスタートしました。これが日本の宅配便の始まりです。スタート当初は
届けたい人に荷物が届けられるというだけで喜ばれていた宅急便も、時代とともにいろいろなサービスも追加されていきました。1980年代までは荷物を出す人に向けたサービスを、1990年代以降は荷物を受け取る人に向けたサービスも追加していきます。荷物を出す人に向けたサービスとしては、1983年にスキー宅急便、1984年にゴルフ宅急便、1988年にクール宅急便といったサービスを追加しました。荷物を受け取る人に向けたサービスとしては、1998年に時間帯お届けサービス、2002年には荷物の届く時間を事前に知らせたり、都合が悪ければ受け取り日時を変更できるメール通知サービス、2006年には不在時に届いた荷物を指定したコンビニや直営店で受け取れる宅急便店頭受け取りサービスなどが追加されました。そして今度は車内置き配サービスです。この日本でしかありえないようなサービスに、外国人たちからは、国民がどれくらい誠実なのかが問われるサービスだね、俺の国だったら車ごと持ってかれちゃうといったコメントや、このサービスはこの実験が初めてじゃないよなどといったコメントも寄せられています。日本人はみんな誠実だからな、このサービスは僕の国では不可能だね、間違いなく車も荷物も丸ごと持っていかれちゃうよ。おいおい、いくらなんでもこのサービスはリスクあるでしょう。日本でやるからこそいいサービスだと言えるんだよ。他の国では日本と同等の治安があるわけじゃないからね。日本以外の国がこのサービスを導入しようもんなら、トランクの中身はすっかり持っていかれて、綺麗さっぱりさ。こんなサービスがいつかフランスでも実現されるんだろうか。これがフランスで実現されるなんて、まずないでしょう。国民がどれくらい誠実なのかっていうのが、このサービスが成り立つかどうかのキーだね。俺の国では絶対に無理だわ。私の国では絶対に成立しないサービスです。今現在はもちろんのこと、俺の国ではこの先何年経っても実現できないと思う。また日本か。一体あの国はどうしてこんなことができるんだ。日本はさすがだね。私の国とはステージが違うって感じ。私の国では荷物を置いていくどころか、逆に車のタイヤとか部品とか持っていかれちゃうだろうね。こういうのがサービスとしてちゃんと成り立つのか見てみたい。国民にちゃんとした規律があって、お互いに信頼できると、こういうサービスが実現できるって素晴らしいね。こういうことができる日本は、世界の中では例外中の例外だろうな。こんなことが実現可能なんだ。日本人って一体どんだけ誠実なのよ。こっちで同じサービスをやろうもんなら、間違いなく悪いことしか起きないよ。俺の国だったらこんなのは、どうぞ車ごと持って行ってくださいって言ってるようなもんだわ。僕が住んでいるのは日本の結構田舎なんだけど、これに似たサービスをもうやってるよ。車の助手席に荷物を置いて行ってもらうってやり方だね。たまに確認の電話がかかってくることもあるけど、日本みたいに治安が良くてほとんど犯罪がない国だからこそ、こういうサービスが実現できるんだよ。こういうサービスは国の治安がバッチリっていうのが大前提。見ず知らずの配達人に車のキーを開けさせるだって、この国じゃそんなことは考えもしないわ。俺の国でこんなのやったら、機能するかどうか確認する前に気がついたら終了してるわ。現実的に世界のほぼ全ての国でこのサービスは不可能でしょう。実現可能なのは日本だけでしょうね。これが実現できるくらいに治安がいいところが、日本が世界から愛される理由でしょう。こんなサービスが実現可能な国を嫌いになる人なんていないでしょう。いつか世界全体が日本のように安全で、みんなが誠実で安心して暮らせるようになってほしい。車泥棒にとってはパラダイスだな。私の周りにも配達やってるドライバーがいるけど、信用できないよ。もうそれだけで十分でしょ。車のトランクに商品を入れるなんてね。このアイデアは評価するけど、もし家にいないときに荷物が配達されてきたら、車もなくなってるだろうね。このサービスは別に目新しいものじゃないよ。ボルボは2015年にスウェーデンで同じサービスを実施したよ。ベルギーポストも2019年にね。どっちも実験だけどね。世界中が日本みたいになるといいね。配達員が10分間キーを扱えるの。10分は長すぎるよ。強盗がその気になれば配達員を羽交い締めにして、あっという間に車の中身をきれいさっぱり持っていけるよ。防犯カメラは必須だろうね。
宅配便のサービスは気がつくとどんどん進化していきます。今でも十分便利だと思いますが、今度は車の中に置き配ですか。一時的とはいえ、車のキーを配達員に預けるなんて、外国人のコメントにもあったように、性善説で人を信頼できる国民性がないと難しいでしょうね。こういうのも日本独自のガラパゴスなのでしょうか。ただ最近は日本でもフードデリバリーに関連した事件も起きており、安全安心が脅かされ始めています。安全性を追求すればコストは上がり、便利さも失われるかもしれない。安全性と便利さ、皆さんはどう考えますか。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。